俺がそんなに甘い男に見えたか。一生許しゃしねえよ。そうですか。だがお前から謝られたことは覚えとく。わかりました。それ以上は望みません。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東条会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが、それより春日はなんで近江に侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後、浦島太郎をよろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時